はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。シャドーガーデン様、僕平昌様、はっちゃん様、和子様、圭一様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。日本人南大井さんの違法解体工事、クルド人業者でした。あれ1000万円案件ぐらいでしょうから、契約解除されたら彼らの会社と彼らの社会と元請け企業との関係とコミュニティが大荒れになりそうです。クルド人社会、南大井さん川口市でしょうか。クルド人、あなたはクルド人が金儲けするのを阻止しようとしているのです。それには費用がかかります。後で泣かないでください。完全に脅迫だよねこれね。違法解体やってんだって。なんかあの足場省略してるとか、なんか安全、基準を満たしてないとか、そんなのなんでしょうか。解体工事、南大井さんの解体工事、クルド人で、クルド人が違法ってバラすなみたいな脅迫してますね。別な日本人、何でもいいんだけど、お仲間同胞にルールは守れって言ってやってくんねえかな。クルド人、日本では私たちクルド人がルールを決めています。大荒れ。大荒れですね。まあ、法律守んねえ宣言、してますから、違法だろうが不法だろうが、我々がそれは決めんだみたいな、こと言っちゃってますから、まあ、裁判官も我々がやるんだみたいな、そんな感じですかね。世論です。頭おかしい。全員強制送還で、バチボコ系 YouTuber は、こいつら締めてこいや。トルコで揉めてるのがよくわかるわ。こいつらに仕事を与えてる会社を叩こう。まあ、解体業をやってるみたいなんですけれども、解体を依頼する会社が必ずあるわけであって、その会社を叩く。シリア人やトルコ人のなりすまし工作を、疑うレベル、どの国にも嫌われてる理由がわかる。いずれマフィア化するな。悪いことした時はトルコ国籍定着する前に排除せんと手遅れになると。日本の法律は従わないって宣言ですよね。アウトローっていうかさ、法律を守らないものは法律に守られないんだけど、分かってんのかな。まあこいつはクルドの代表者じゃない、ただのバカかもしれないんですけれども、さらっとネットで公開脅迫してるバカだしね。捕まっちゃうんだろう、そんなのね。昨日お話ししましたけれども、IQ100 以下の、受刑者が 91.2% でしたっけ。そんなね、誰でも見える公開された場所で、さらっと脅迫、捕まるんだろう。バカだな、こいつ。川口にクルドタウン作られて、自治言い出したらかなわんですね。アイヌはちょっとやってるみたい、ゆったりやったりしてるみたいなんですけど、まあ認められてない。いまいち下火ですけれども、そういう空気を感じて川口市長が、犯罪者は速やかに送還を法務大臣に要望したんでしょうけれどもね。川口で告知凱旋、いついつ凱旋やります、川口駅前でなんて言うとですね、芝木隊が妨害に湧いてくるそうで、埼玉県警から直接聞きました。合法滞在の外国人が行儀悪い外国人の連中かばってる理由がわかんないんだよね。これ外国人への風当たりが強くなって、ちゃんと真面目に犯罪を犯さず日本に合法的に住んでるような外国人の人ら不都合なんじゃないの。暴れる連中放置しててはね、美味しく規制できてる状況をこいつらが奪いに来たらどうすんの。早めにね、規制中のライバルとして潰し合うのがよろしいんじゃなくて、解体を頼む、会社を叩け。これいいアイディアですね。賛成。元請けの会社に電話すとかね。なんで日本人の業者使わねえの。クルド人同士が騒乱、市で一番の基幹病院が数時間麻痺。川口市民、なんとかして。川口市長、なんとかして。法務大臣、なんとかしろ。警察庁、なんとかしろ。埼玉県警、
県警本部直属の専従パトロール体制を構築し、人員台数ともに増やします。ベテラン警察官を投入し、犯罪行為があれば即時に摘発します。暴走行為や過積載、自動車違法改造なども県警本部が当たります。悪質仲介業者など検挙を強化します。外国人コミュニティ実態把握に努め、犯罪組織の浸透を防止します。和田政宗議員、ふむふむと、一連の流れが記事になっておりました。埼玉県警が本気モードになったみたいであります。犯罪組織の浸透を防止します。まあね、こいつら自身が犯罪組織かマフィアか思想ですもんね。日本ではクルド人がルール決めますんです。ほざいてるとこみっとね。ネットの反応です。やる気になったってことやな。遅きに逸した感が拭えないが、やらないよりまし。容赦なく厳粛に取り締まってください。強制送還もお願いします。偽造難民に厳罰を、っていうか今まで放置しすぎ。キャッチアンドリリースはダメだぞ。川口市民、川口市長、法務大臣、警察署、埼玉県警の流れがうまくいった事例ですね。連中同士の騒乱で市一番の病院が数時間麻痺したのが大きかったですね。あれで市民が危機感を覚えて本気になってくれて、市長を突き上げてくれて、やっぱなんかないと目が覚めない、分かってても腰が動かないもんですな、私も含めてね。だからクルド人の解体業者現場見たらば、何元請け書いてあるはずなんで、そこの会社に電話っつうのはいい方法だと思います。法務大臣案件で埼玉県警の本部長の威信がかかってから、まあ、徹底的にやると思いますよ。公開脅迫してたバカもそれで逮捕かもね。犯罪者の即行強制送還って現在の法律でできるんでしょうか。犯罪者捕まえたら外国人で、で難民申請、逮捕された状態で難民申請しますとかできるんでしょうか。できないといいな。民主党はなんかややこしくしてるかもしれないな。懲役にするとですね、1人当たり年間70万円税金かかるんだって。時短の身体系からの送還がよろしいかと思います。身体系っていうのは指爪であるとか、腕をもぎっちゃうとか、そういうのですね。目つぶすとかね。中国の禁輸でダブついた海産物を学校給食や戦闘糧食、自衛隊ですね、消費する方向。危機感を覚えた朝日新聞が素早く報道。これは中国へのご中心でしょうか。世論です。隊員に腹いっぱい食わせてあげて、カントリーリスクの勉強になるよう生徒にちゃんと経緯を説明してね。パヨ親たちが露骨な反対運動を始めそう。そういう親たちは周りから白い目で見られていいんじゃない。朝日が報道するとイラッとするのが不思議。戦闘糧食 H 型ホタテだけに、ホタテの焦がし醤油缶と、赤飯セット、保存が効く缶詰に加工すればですね、一時的なダブつきで倉庫が満杯にも対応できていいですね。大量にね、ガバーッと缶詰にまずしちゃってみて、防衛省の予算オーバーになっちゃうなら水産庁が予算出してよ。隊員さんに高級ホタテ食わしてあげて、合同演習でですね、各国軍隊と糧食食べ比べの機会もかなりあるみたいで、日本の高級感すげえってまた評判上がっちゃってですね、周辺国ぐぬぬですな。すぐ近所にものすごい嫉妬深い、国ありますかね。日本がなんか評判あると、ストレスで風邪をひくっていう国ありますね。露骨な反対運動、子供に核汚染給食食わすななんていうのが始まっかもしれないですけど、親の中で誰がバカでお付き合いしない方がいいか分かっていいんじゃないか。放出容認、83%、反対 10% だから、まあ、反対派が絶対的な少数派ですね。反対派にはですね、家でも海産物一切食ってないの、だし昆布も使ってないの、言ってあげましょうね。そもそもがバカなんで聞く耳持たないかもしれないですけど、まあ面倒だったらですね、黙って給食出してですね、黙ってんのがいいですね。フランスで新いじめ対策開始、9月からいじめ加害者を転校させる。その発想なかったわ。記事読むとですね、一部自治体の話ではなくてフランス全土で実施だそうで、9月1日から向こうの学校で始まるじゃないですか。で9月1日から
あのいじめたかがいやつを転校させる開始だそうであります。世論退学でいいだろ、そもそも犯罪問題ありの方を転校させるのは当然、全力で隠蔽否定する日本とは大違い。そもそも公務員に告発義務があるんだがな、いじめ加害者に仕立て上げるいじめが始まりそう。ちょっと高度だなそれみんなで示し合わせて、あいつにいじめられたって言ったらば、あのバカな教師があの信用するかもしれないな。日本は被害者が学校から追い出される。日本では教員がいじめに加担しているんだ。一方日本では加害者の未来が大事、いじめ加害者を一行に集めて頂上決戦させよう。ちょっと気になるのは、いじめ加害者を転校させたら転校させた先の学校でどうなんだっていうのがちょっと気になりますね。クラス全員で一人をいじめてたら一人以外全員転校になるの。まあそういうのもあっかもしんねえな。そんでね、あのガラッと開いた学校にクラスに、またね他校でいじめてたやつが入っちゃったりなんかしてね。加害者を排除するは実はアメリカ初なんだって。知らんかった。日本の自治体や教育委員会はですね、被害者が希望すれば転校できますっていじめ対策を掲げて威張ってます。被害者に転校っていうさらなるストレスを与えておかしいと思わないのかって話なんですけれども、転校した先がでいじめられないが怖くて、被害を名乗り出ないとは考えないのかな。ほんとダメですね。それよかね、あのいじめた方に罰として転校っていうストレスを与えるのがあの普通だよな。記事見ると同じ自治体内でってあるので、そういう転校生はですね、来たら察し、あ、察しだな。同じ自治体の中で、楽器の途中で転校してきたのが、じゃあこいつはこういうやつだ。で、周りが警戒していいんじゃないでしょうか。私のクラスにいじめなどないであるとか、私の学校にいじめなどない、優秀ぶりたい教師や校長の成果見て見ぬふりや学校ぐるみで隠蔽もするしね、日本の場合だと。まあ面倒くさいっていうのもあんでしょうけど、でもそれってあの犯罪幇助じゃないですかね。フィンランド式校内犯罪はビシバシ取り締まる、脅す脅迫罪、命令する強要罪。まあね、あの焼きそばパン買ってこいとか、脅すはですね、この画像をネットに晒すぞみたいなね、接触暴行罪、プロレスごっこなんつって痛めつけられてる子もいるみたいであります。怪我させる傷害罪、たかる恐喝ですよね。これの目には完全に犯罪幇助じゃないか、知ってて何もしなかったって証明されたら教師も犯罪幇助で捕まえるべきではないか、完全に私見ですけどね。まあまあいじめってなくなんねんだって、それはあの組織を守るためにですね、あまりにも劣った人間をその場から排除しようっていう、まあいじめられてる人が劣ってるとも限らないんですけれども、そういう動き、あとはですね、みんなで働いたものをですね、ただ乗りする、ものは排除される、排除しないとその組織がごと倒れてしまうっていう場合に、まあまあ産業革命以前はですね、2割が人によって排除されてたっていうね。例えば暗殺であるとか、村人同士がこっそり山の中でやっちゃうとか、まあ戦争もありますね。喧嘩なんかでもそうですね。ね、戦争とまではいかないけれども、村同士の戦いとかで、産業革命以前は 20% が人の手によって殺されてたって話なんですね。で、あんまり女性は暴力で殺されないでしょうから、主に男だわな。したら3、4割男が男を殺してたんじゃないかなんて思うんですけども、だから自分の評判が気になって自分は憎まれてないか、あとは優秀な人はいえいえ私なんて、目立たないように嫉妬されて殺されちゃうからね。警察ねえ時代はまあそうですよね。山の中行ってね、あいつがいるから村中の女が俺を見てくれないって逆恨みされて山の中に行った時にボッコリやられ、警察ねえ時代はそんなこともあると、いじめはなくならないっていうんだったら、まあ賢くですね、減らす方向で
行かないといけないですよね。なんてことをつらつら思いつつ、というわけで、10月1日外国人実習制度廃止デモをやります。正式な告知はちょっと先になります。警視庁で手続き完了させないと、これがまためんどくさいんですけど、正式な告知すると警視庁に嫌な顔されますやめてくださいよかなんか言われるんで、まだできないですけども、10月1日よかったら皆様ご参加ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。